まずこの曲やってみよう、71番のエントリー。ほら勢いがあっていいですよね。そうだね、スピード感があってなんかこれから始まるぞっていう期待感が感じられる。今日始まるだけじゃダメでしょ、スピード感があるよとかな。まあでも動画の最初とかにすごい伝えたい感じ。プロフェッショナルサウンドエクイプメントスペシャリスト、締めがいいじゃないですか。じゃあ次のエントリーな110番聞いてみよう。おお。俺これめっちゃ好きです。どこに疲れたか分かんないですけどなんかポップでキャッチーな感じはするんですけどね、なんか元ネタっていう馴染みやすい感じのものだろうけどね。ラジオのジングルみたいな、あラジオっぽい、ラジオっぽいね。じゃあ次ね、185番のなエントリーって言いますね。これなかなかと思うんだけど、どうぞ。いやこれめっちゃ好きですよ。初めてクラクラスこれね、サウンダースで買ったしかさ頭に残んないからね。何買ったのってね、頭に残ってるんですよ。次173エントリーってね、すごい逆ベクトルきましたね。でもまあフォーマーカーしてて、またみんな信じちゃったね。完成度高いねこれ。これもかなり完成度が高い、教育テレビですね。なんか普通に CM に使われててもこうなんかいい感じっていう。次ね157行ってみようね。サンなのかサウンなのか分かんなくて、そこがやっぱりね一番のネックだな、この曲のね。表情が太陽のサンサンって言ってるのかな。僕はそう思ってたんですけど違うの。次ね129番いくな。いつもどこでもってやつか、これ。新曲ができたんですか。結構不幸な原因を切れるような楽器がないわけです。これ、これね、サウンドハウスでしょ、サウンドハウス。これ今立ち上がる、違う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 違王道、そこまで言うサウンドハウってやるから、サウンドハウもうだって頭に入ってる。はい、じゃあ次184でいこうね。佐藤めぐみさんの作品か。いけよ。連続で、でもこれいいなと思って丸つけてやったんだ。これもね、ただノーミュージックノーライフがタワーレコードと被るんじゃねえかなっていうのはちょっと。36番を聞いてみようぜ。よいしょ。そうだ、これもさっきの時に動画のバックとかでやるとちょっと難しいんだよね、リズムがこう、なんつうの、後乗りっていうかね。だからこれだけで音楽としてはすごくいいけどさ、
カフェでバックグラウンドです。行こう。サウンドハウス。これもジャパネットです。通販的な感じします。生だね。これだらら。てんちゃん。さあ皆さん買いましょう。お買い物はサウンドハウスでお願いします。とっても安いです。今日皆さんにご紹介したいこのマウスを見てください。でもこういうと他の流れで作るんやったらいいんじゃないですか。聞いたらもうそういうのがすぐ頭に浮かぶからやっぱりいいと思うんですよ。用途がこう見えてて、子供が歌いやすいんじゃない？ジャパネットとかも子供が結構ジャパネット、ジャパネットってなるし、サウンドハウスみたいな踊り出しちゃったりして。次ね、131行くで、131、はい。ダンスそうだね。いや、このなんかラジオの夏の最後のリスナーとして流れていきそうだ。FM っぽいですね。FM っぽい。FM っぽい。まあ子供には歌えないな。これは口ずさめはしないですけど、うん、スゴクロードのジングルとかでは、あジングル、うん、僕個人的には一番好きですけど、ね、ジングルらしいというか、おしゃれも好きだね。あこれがジングルらしいっていう感じになるんだ。そうですね、もうラジオ。あ、まあ、ラジオですけど、11番聞いたっけな。また。うん、ワクワク感はすごい。日本は明るくちょっといいよね。覚える、覚えやすいメロディー。そうだね、うん、どっちかっていうと今はこう、はい、言っててなんかこう発音がなくて聞こえにくいとかじゃなくて、これはもう完全にサンってカタカナでサンっていうのを繰り返してる感じだからさっきよりはいいのかなと思うんですよ。ああ今風です。今風だね。俺これ最高だと思う。大好きだよ。これいいですよ。何がいいって分かるんですよ。こう乗っちゃいます。乗っちゃうもんね。言葉にはできないですけど。体がいいって思えば。途中からがいいんだよ。こっからが。で、その後にさ変調してね、また同じな言葉を繰り返すんだけど、もうノリが続くんだよ。動画の後ろとかだと多分うるさいんで、あー BGM にはまあテーマソング安くて早くてその後、ね、安心ですよ、ね、そう安心だね、うん、僕ボーカロイドあんまり聞かないんですけど全然違和感なく聞ける。これで今日ラストショーだ。すごい曲としてまとまってるんでこれね。最後にサウンドハウスとなんでね。だからこれが全部いろいろな今までの歌詞のコンテンツが最終的にはサウンドハウスと一緒にっていうね、うん、そういう歌なんだけどね。どこでサウンドハウス出てくるんだろうと思ってちょっと期待しちゃいました。今のねあの参考意見をみんなこうまとめて後で集計して、で今度お客さんからのいろいろなあの、ね、票を集めてそれ全体を見てね最終的に決めたいと思ってます。以上です。解散です。ありがとうございました。